I think I just found the text, the Japanese text I like to read from this magazine here. Tsubasa no Ōkoku. So, Hikōki to no Omoide. Nagasaki-ken, Nagasaki-shi. Tanaka or something, sorry. I beg your pardon. I'm just gonna skip the name, you know, the name of the author of this text. I'm just gonna go straight to the text. Proceed to read the text. Yokohama ni tsuma to futari no musume tachi o nokoshite, Nagasaki de tanshin funin o hachimete kara, hayaku mo ichinen ga tatta. Kono ichinen no aida ni 上の子は小学校に入学し、下の子は幼稚園に入園した。上の子はチアダンスとピアノのレッスンに励む頑張り屋である。下の子は幼稚園でたくさんのお友達と遊び、そして スポーツクラブに楽しそうに通う元気者である。いつもそうなのだが、長崎から羽田に向かう機内では、そんな娘たちに久しぶりに会えると思うと嬉しい気持ちになり、逆に羽田から 長崎に向かう機内では、しばらく会えないと思うと寂しいのだが、長崎でどこかな？長崎での仕事はまた頑張ろうという気持ちにもなる。久しぶりに会う娘さん、娘たちの成長に自分も頑張らなければと 励まされるのである。近々妻と娘たちが長崎に遊びに来る。彼女たちが飛行機に乗るのは去年に家族で石何々島旅行に行った時以来だ。今回私は長崎 長崎空港のロビーで彼女たちを出迎えることになっている。今から到着が待つ遠し、私たち家族と飛行機と思い出がまた一つ増えることになる。あとは特別な思い、特別な思い出。 埼玉県何々市、由美子。空港に行くといつも思い出すことがある。19歳の時、女4人で北海道旅行を計画した。北海道に決めた理由は忘れてしまったが、今で言う卒業旅行 校である。専門学校に通っていた私たちは、夏休みと週末にそれぞれ喫茶店やドーナツショップでアルバイトをして旅費を貯め、 社会人になって忙しくなる前に、と気合を入れていた。しかも、4人と普通自動車免許を取ったばかりの運転初心者なのに、レンタカープランである。父が反対して激怒している。 激動していたため、母はさぞかし大変だったと思う。今で親の気持ちも理解できるのだが、
当時の私は完全無視を決め込んだ。地図を見ながら迷うことさえ楽しく、ただただ素晴らしい景色と広さの中、ドライブするだけで楽しく笑い、点けていた。みんなで決めた見どころは、ラベタ肌、牧場のソフトクリーム、時計台、ドラマにできた喫茶店、何々では4人が好きだった小説のシーンを思って感動した。おぼつがない運転だったが、怖かったので、きっと安全運転だったと思う。この旅行が私にとっての初めての空の旅であり、搭乗手続きも離陸もフライト中もずっとワクワクしていた。その時の気持ちが30年以上経った今でも空港に着くたびに蘇ってくる。今でも、モロの飛行機のワクワク感は大好きだが、10代の頃の初めての空の旅は特別な思いでとなっている。7分が経ちましたね。これは長いでしたね。 Anyway, nevertheless, ご視聴誠にありがとうございました。じゃあまた YouTube で一緒に日本語の勉強をさらに努力して奮闘しましょう。バイバイ。じゃあね。また今度 YouTube で。失礼します。